皆様、ま、お集まりいただきましてありがとうございます。私の方からまずは簡単な自己紹介をさせていただきます。私、まず名前は原田宗康と申します。名字も原田じゃなくて原田だったり、名前の方も宗康となかなか珍しい名前をしているんですけども、新卒で HP に入社してから約5年間はですね、主にインフラ運用のお客様担当のアカ,ウントアカウント SE としてですね、お客様のインフラ運用に携わる仕事をしてまいりました。 でその後ですね、社内移動しましてですね、HP のサーバー事業に関わる部署に移動しまして、各ソリューションに最適なインフラの提案やコンサル検証支援といった仕事をしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず私の方から本日お伝えしたいこととして、最初にですね、オープンシフトの一般的な話で、オンプレミス環境でもますます利用しやすくなってきておりますので、その話をさせていただきます。そことちょっとつながるんですけども、その後ですね、 あのオープンシフトの、えー、オンプレミスのインフラ基盤としてどんなハードウェアが必要かとかどういった、えー、技術を使うことを考えなければいけないのかといったお話をしたいと思っております。で最後にですねちょっと HP の宣伝をですね時間のお時間いただければと思っております。よろしくお願いいたします。でまずですねいよいよオンプレミスにも注力してきたオープンシフトということでまず一般的なオープンシフトの話をさせていただきます。 でこちらのスライドにあるのは、えっと、いわゆるマネージドサービスの拡充してますというお話ですね。o p オープンシフトのユーザー様がです、ね、よりアプリケーション開発に専念できるプラットフォームを提供するためにです、ね、これまでもです、ね、あの Azure とか IBM Cloud でこのマネージドサービス提供されていたんですけども、今年の春先にです、ね、AWS でも提供しますという発表がされました。でさらにですね、 OMPP というあの右下にあるんですけども、レッドハット様のパートナー企業様ですねに対して、レッドハット社からですねあの技術者の育成とかをですね支援するプログラムがえ発表されておりまして、よりですねあのエンドユーザー様にマネージドサービスを提供できるようにサービス拡充を,し拡充をされている認識でおります。これはあくまで例なんですけども、ちょっと私の個人的なあの意見とか。 主観も入ってしまうんですけど、オープンシフトのサービス自体が、いろんな機能拡張とか、サービス拡充とかしてるんですけども、ちょっと結構、パブリッククラウドをあのまず考えてやっているようなイメージがあったのですけども、そこがですねあの最近のですね、オープンシフト4 5とか4.6からですねあのオンプレミス環境でも使いやすい機能拡張がされておりますので、ちょっとそのご紹介をさせていただきます。 で簡単にえっと私が気に,なって気になっているものを2つ挙げているんですけどまず1つ目が左側のアドバンストクラスターマネジメントというものですね。今まではこの図にあるですねあの上の紫のレイヤー、ですねマルチクラスターマネジメントというのもなかったんですけども例えばお客様によってはですねあの検証とか開発はパブリッククラウド環境で行って、本番環境はオンプレミスのオープンシフト環境であの実行したいみたいなお客様が。 結構いらっしゃるかと思うんですけども、そういった場合に、各サイトごとにですね、n e ネテスのクラスター関係を用意して、サイトごとに管理とかしなくちゃいけなかったのが、こちらのアドバンストクラスターマネジメントという機能によって、マルチサイトのですね管理をですね行うことが可能になりました。ですので、クラウド、パブリッククラウドだけじゃなくて、オンプレミスとか、最近はエッジとかも含めて、本当にマルチサイトでの OpenShift の利用が可能となってきております。 でもう1個がですね右側の OpenShift のバーチャライゼーションですね。結構シフトアンドリフトみたいなお話があったりで、結構何でもコンテナ化しなきゃみたいなイメージを持たれてるお客様結構いらっしゃるかと思うんですけども、やっぱり従来の仮想マシンでそのアプリケーションを実行した方が良いようなあの環境もあったりするので,で、お客様によっては仮想マシンと OpenShift の,のコンテナ環境をあの併用するのがなかなか難しい。 難しいみたいなお客ままがこれまでいいらっしゃいましゃたそういったお客様に対してです、ね、あの仮想マシンとコンテナをです、ね、一緒に管理してクバネティスの恩恵を仮想マシンにも提供できるようなものがです、ね、この o p e n s h i f t v i r t u a l ーションです。です。これによってです、ね、今までそのオンプレミス環境でその仮想化関係を持っていたお客様もです、ね、ますます OpenShift をです、ね、取り入れることが容易になってきたなというふうに個人的に思っております。 で続いて、個人的に今までで一番うれしかった、直近でうれしかった機能追加としては、OpenShift4.6 からですねあのベアメタル i p i というインストール方法がサポートされました。まず IP、IPI と UPI の違いに関してをご説明すると IP、IPI は、いわゆる自動インストール方式を提供するものですね。これに対して、UPI はそのユーザーさんでまあ事前の設定とかいろいろとですね、 あの事前準備をかなり用意してインストールしなくちゃいけなかった方式になっております。でこの IPI がですね、もう本当にクラウドファーストじゃないですけど、結構クラウドありきのもので、オンプレミス環境はなかなかまだ対応しなかったのが、あのオンプレミスのベアメタルとかでも使えるようになりましたので、この OpenShift、えー、が提供するインストーラーによってです、ね、ここにあるネットワークとかですね、インターナルロードバランサーとか DNS とか、あるいは オンプンシフトのマスターとか、ワーカーのノードのインストールとか、いったものもですねこの IPI によってインストール方式、提供されるようになっております。ですので、よりオープンシフトをですねオンプレミス環境で使いやすくなると個人的に思っております。もう少しですね具体的なこの IPI がなんでベアメタルでもサポートされるようになったかというのをですねお話ししたいと思います。 ベアメタルをインストールするときはですね、プロビジョニングノードというものを用意してですね、各マスターとかのワーカーに関してですね、ベアメタルネットワークからここにあるこのアウトオブバンドマネジメントネットワークに関してルーティングを切っておいてですね、各この物理サーバーにある BMC というあのベースボードマネジメントコントローラーというものがあるんですけども、ここに対してですね、いわゆる IPMI とか REST API でプロビジョニングをするということによって、 メタルのホストに対して IPI の機能が提供することが可能になっております。でこの BMC というものが各サーバーベンダーによって異なります。で弊社の場合はです、ね、あの弊社のサーバーにはここにある、今ちょっと絵が変わったんですけども IRO という管理チップが載っておりましてでこの IRO のチップに対してです、ね、プロビジョニングノードから REST API で,です、ね、プロビジョニングを仕掛けるという仕組みで ベアメタル API が可能になっておりますで、そのじゃあ REST API ってなんだって思われた方のために、ちょっと REST API に対してですねあの、簡単にご説明したいと思います。まずですね、今のお話しした弊社のサーバーについている HP の IRO という管理チップなんですけども、あのこちらがですね、あのサーバーの中で独自に動く、あのいわゆる小さいサーバーみたいな役割を持っております。 でここにあるように、ハードウェアの情報収集とか、あるいは監視ですね、通報とかを上げたりとか、あるいは遠隔からのリモートコンソール機能を提供したり、あるいは今お伝えしたような OS とインストールとかハードウェアセットアップのプロビジョニングに関する機能を提供したりしております。で、これ、個々のサーバーに入ってですね、その ILO の機能をあの活用していただくことも可能なんですけども、あの、 HP が主導で標準化を策定している REDFISH という REST API がございまして、これに対応していることによって ILO に対してプロビジョニングサーバーからさまざまな作業をですね外部から指示して行うということが可能になっております。例えば、ここにあるファームアップデートとか。 あと OS をインストールするためのディスクのレイド設定とかそういったハードウェアの設定をですね、ILO に対して投げかけることで可能になっております。具体的にじゃあ OpenShift でインストールする場合はどうなのっていう図が次の絵なんですけども、OpenShift の,のプロビジョニングノードがあってですね、サーバーの ILO のチップに対して RedFish の API を使ってですね、こちらが OpenShift の,のインストールコンフィングの ファイルなんですけども、アイロのアドレスに対してログイン情報とかです、ね、ユーザーパスワードを入れてですね、アイロに対して認証して入ってですね、さまざまなプロビジョニング作業を実行することが可能となっております。ですので、マスターとかワーカーの各種セットアップですね、今まで自動でできなかったものをです、ね、オートメーション化してですね、より簡,潔簡単にですね、あの る環境で OpenShift の環境をご用意いただけるようになっております。ただですね、ちょっとだけ問題点とか、オンプレミスのハードウェアならではのまだ弱点がございまして、このこのベアメタル i p i でサポートされるようになったんですけども、できる作業っていうのはまだ限られてます。例えば、先ほどのスライドで IRO の IP 指定してログイン情報とかでしたと思うんですけども、その IP 設定したり、あるいはログインするためのユーザーとパスワードを作っておいたりとか、 あるいはもうハードウェア設置したときに BIOS の設定どうするとかあの OS 入れるためのレイド設定とかですねそういったものは事前に各自でやっぱりまだやっておく必要がありますでこういった作業はあの弊社のこの ILO のですね REST API のレファレンスのガイドを読んでいただければ過去各作業に関しては個々にすることはできるんですけどもあのやっぱりですね 個々の作業ってできるだけ少なくしたいと思いますし、やっぱりエンジニア観点でいうと、できるだけ楽がしたいっていう思いが強いんではないかと思っております。で、ここからつながる話がですね、次のですね、コンテナ基盤のインフラって本当に何でも良いでしょうかというお話なんですけども、OpenShift を使ってらっしゃるお客様で、クバネティスを採用されてらっしゃるんですけども、クバネティスを採用されるメリットとしてですね、 あの左にあるように、例えばセルフヒーリングの機能を取ってみると、このノード2がですねこけてしまった場合に、このノード2にあったポット2は、のこのノード3に移って、稼働して使う状態を維持することはできるんですけども、このノード2であの発生した物理障害までは、クバネティスではカバーしてくれません。さらに、これ、パブリッククラウドも含めて考えると、 さっきのマネージドサービスじゃないですけども、パブリッククラウドの場合は、ハードウェアのレイヤーも中小化されていて、パブリッククラウドベンダーがですね、そのハードウェアのメンテナンスとか管理とかを行っているので、ユーザー様は特にですね、気にせずにですね、オープンシフトを使っていただくことが可能なんですけども、やっぱりオンプレミス環境で、サーバーとかを設置してですね、プライベートクラウドとか作る場合でもそうなんですけども、 あのオープンシフトの環境を用意する場合は、ハードウェアに関しては、あの自分各自です、ね、運用を管理するという作業が、えー、発生してしまうことをご認識いただければと思います。こちらではコンテナやクバネスではカバーできない領域ということで、オンプレミスのインフラで対応しなきゃいけない作業例を書いてあるんですけども、基本的にあの物理サーバーに関わる設定とか作業はです、ね、全部対応が必要だと思っていただければと思います。ただ、こういった作業はいっぱいあるんですけども、 あのオープンシフトのユーザー様はですね、より良いアプリケーションの開発環境を求めてですね、オープンシフトのバージョンアップ対応したりとかしていかなきゃいけないと思うんですけど、そのバージョンアップするときに、やっぱり対応した OS に上げなきゃいけなかったりとか、OS 上げるためにはあのドライバーとかファームウェア上げなきゃいけなかったりとか、結構ですね、芋づる式にですね、かなりあのオンプレミス環境のバージョンアップ作業とか出てきますので、そういった アップデートに対してですねオンプレミスのインフラも追従する必要があってですねオンプレミスのハードウェア運用に対してもですね迅速性とか拡張性が求められるというふうに認識しております。ですのであの従来の運用とか管理手法ではやっぱりそこは対応しきれないんじゃないかというふうに思っております。実際にまと,めたがまとめたものが次のスライドになっておりましてあの従来の運用とか管理ですと大量の手順書があって。 でまあ、承認フローとかも数ヶ月とかかかって、まあ、時間がかかりすぎるという問題があったりとか、あるいは A さんがいないとこの作業できないとか、人に依存した運用をしていたりとか、あるいは塩漬けが前提で,です、ね、全然アップデートを想定していなかったりとか、そういったもので新しいテクノロジーの対応がかなり困難なものがあったりします。でこういったものって変えなければいけないというふうに思っておりまして、変えるために必要になってくるものが、ここにあるインフラストラクチャーズコードというものと、あとはオートメーションですね。 を実現するということがですね迅速性とか拡張性の向上へ必須だと思っております。これ導入することによって、ここにあるようなメリットを得られて、ソフトウェアのアップデートにも追従できるインフラ基盤がですねあのご提供可能になると思っております。このイン,フラスラインフラストラクチャーズコードとかオートメーションを実現するためには、冒頭でご紹介した REST API を活用して、ハードウェアの設定を簡素化するとか、 あるいはですねそれと結びつけて、アンシブルとかの構成管理ツールを利用することが鍵となるというふうに認識しております。でもう少しだけちょっとオンプレミスのハードウェアの要件ですね、インフラの要件をお話しさせていただくと、オンプレミス環境でいろんなシステムがあると思います。でそのシステムに対して全部コンテナ化することが成果というと、必ずしもそうではないかなというふうに思っておりまして。 あの物理サーバーのほうがアプリケーション実行、あるいはライセンスとかのコストの面でも良かったりとか、あるいはそれが VM のほうが良かったりとか、いろんな環境をですねあの統合して管理していくことも必要になると思っております。ですので、複数のシステムとかワークロードをシンプルに統合を管理することを求められますし、それに加えて、さらになぜオンプレミスを選択するかということで、簡単な理由は、オンプレミス環境がですねアプリケーション実行環境として最適だからというのがあるんですけども、 あのやっぱりパブリッククラウドで実現できないようなカスタマイズとかです、ね、柔軟性を求めてです、ね、あのハードウェア自体が柔軟に構成できることもです、ね、オンプレミスのインフラの要件としてあるというふうに認識しております。でこういった話を踏まえてです、ね、あのオープンシフトに最適なインフラプラットフォームとして弊社の HP シナジーというご紹介をさせていただきたいと思います。でシナジーに関してはです、ね あのこの右側にあるようないわゆるブレード型のアーキテクチャを取っておりまして、これがですねあのこの ONVIEW というソフトウェアですべて管理することができますので、先ほどあったイン,フラストラクインフラストラクチャーズコードとかオートメーションのためのハードウェアとしてあの売り出しているものです。さらにですねあのベアメタル、仮想、コンテナ、すべて統合して管理することができますので、統合管理とですね あるいはいろんなハードウェアのオプションがございますので、柔軟な構成を実現するえーハードウェアとなっております。具体的に、このインフラの高度化、オートメーションの話と、その柔軟な構成、統合管理の話をですねこれからしていきたいと思います。API の活用に関するお話がこちらなんですけども、今まで、これまでの弊社のサーバーって、ここの左側にあるようにですね、 非常にさまざまなツールとか CLI とか API とかあの複数のインターフェースを使ってですねサーバーのセットアップとか運用をしてました。ですのであのこれ自動化するためにはそれぞれのツールとか API を使ってですね自動化しなくちゃいけなかったのでかなりですねハードルは高かったです。これがですねあの弊社のシナジーを使う場合ですねあの管理ソフトウェアワンビューからですね全て API であのこちらにあるような作業を 行うことができますので、この左のサーバーであったような個々のツールとかを使わずに、すべてワンビューから操作できますので、かなり API を活用して、ワンビューだけを操作すればいいというメリットがございます。このワンビューの操作はすべてクラウドサイトとかで作業がすぐコマンド化できるのと一緒ですね、コード化が可能ですので、 あの非常にですね、オートメーションを実現するためにもですね、有,有利なツールとなっております。で、さらにですね、次のスライドでご紹介しようと思うんですけども、ワンビュー自体はこちらにあるように GUI で操作するものとなっているんですけども、やっぱり新しいこの GUI のツールとかって、また習得する学習コストとか時間がかかってしまうのはもったいないと思いますので、この GUI を使わなくてもですね、 あのお客様が使ってらっしゃるツールからですね、API でこのワンビューに対して叩いてですね、ワンビューの操作を代行して行うことが可能となっております。なのでですね、ワンビュを操作しなくても、ここにある各ツールからですね、シナジーの中にあるサーバーストラジネットワークの操作をすることが可能となります。簡単な例として、アンシブルとの連携をご紹介させていただくと、こちら左側が HP1View の GUI の,のこれヘルプの画面なんですけどもあのヘルプでですねあのコード化するための,あのマニュアルが出てますのでこれを見てですねあの各自であのコード化していただくことももちろん可能なんですけどもあのさらにですね ANSIV とからですね API を使ってですね a n s i e のプレイブックに落としてですねこれ電源オフのプレイブックなんですけどもこういったふうにあのハードウェアの制御をですね アンシブルからも操作することが可能となっております。で、これ、一個一個、そのレファレンスを見て、この YAML ファイル書いてももちろんいいんですけども、あのやっぱりできるだけ楽がしたいという思いがあると思いますので、そういったお客様のためにですね、GitHub からですね、オンプレ操作のライブラリとモジュールをですね、提供しております。サンプルプレイブックなどですね。なのでですね、あのこちらのサンプルプレイブックを見ていただければですね、あのパラメーター変えてですね、 あの非常に簡単にですね、YAML でプレイブックを書いていただくことが可能となっております。日本ローカルで独自で,ですね、日本語資料化とかもしておりますので、非常にあのハードル低くですね、オンプレミスのハードウェアに対してアンシブル e 使っていただくことが可能となっております。アンシブルのメリットとしてですね、まとめたものがこちらのスライドとなっております。従来のアンシブルですと、この OS より上のレイヤーですねしかですねあのオートメーション化できなかったんですけれども、 ワンビューの API を活用することで、ハードウェアのレイヤーですね、もうすべてオートメーション化することができますということと、あとはこのワンビュー自体が API 活用するために非常にマニュアルとか充実してますということと、あとはアンシブルのライブラリが提供されておりますので、アンシブル使うとですねあの非常に簡単にですねあの公開されている手順1つで,で、ハードウェアの制御をアンシブルから実行することが可能となっております。 はいで続きまして、さらなアジリティの向上ということで、サーバーの設定をですねこの ONEVIEW というソフトウェアで,全てですべてこちらの左側のような設定ですね、BIOS の設定とか、イロンのユーザー作ったりとか、そういった設定をすべてあのプロファイルとしてですね持っておくことが可能となっております。この個々のサーバーをですねプロファイルをですねテンプレート化することも可能となっています。テンプレート化すると何がいいかというと、例えばサーバー購入するときって、 冗長化のために複数台サーバーを買うと思うんですけれども、そういったサーバーの物理的な設定って基本、揃えると思ってます。なので、その揃えた設定をですね、の揃えなきゃいけない設定を1台1台作業するととても時間がかかってしまうので、それをテンプレート化することで非常に簡素化して、こちらのスライドにあるように、例えば OCP のマスターのテンプレートを作っておけば、マスターのサーバー3台に対して、そのハードウェアの設定、すべて瞬時にデプロイすることができたりとかできますので、 あの、ハードウェアの設定をですね。あのテンプレート化して非常に簡素化してですね。あの、アジャイル開発に向けてですね。インフラ部分の自動化に向けて非常に有用な機能を提供しております。で、ここまでがですね。あのまあ機能的なお話なんですけども、より一般的な運用のお話をさせていただこうと思ってます。まずがですね。あの、なかなかデプロイとかってそんなにしないとって、お客様も例えば監査対応とかってやっぱり。 あの避けられないんじゃないかなと思ってますあの。バグがあったりとか、これセキュリティ大丈夫なのとかいったときにです、ね、監査対応をです、ね、あのハードウェアのレイヤーまでこの行うことができますので、こちらもです、ね、その非常に情報をあの取るためのファクトをです、ね、60個以上のものをご用意していますので、ハードウェアのインフラ部分も含めてです、ね、バージョンチェックとか監査対応することが可能となっております。でもう1個がです、ね、監視ですね。やっぱりコンテナとかハードウェア あの監視統合したいですよね。統合したいときに、プロメテウスとか可視化のグラファナと e v ビューがですね API で連携して、この管理画面からですねあのハードウェアのレイヤーもですね一緒にですね可視化してあの監視することが可能となるといった使い方もございます。さらに日常用でのユースケースとして、障害対応の場合を想定していると、やっぱり障害対応ってできるだけ時間がもったいないのでかけたくないと思います。 あのこのプロファイルを持つことによってです、ね、そのサーバーが持つあの Mac アドレスとかワールドワイドネームとかシリアルナンバーをすべて仮想で持たせることができるので、例えば NIC のカードを交換したりとか FCHBA とか交換してもです、ねあの、この Mac とかワールドワイドネームが変わらないんですね。なので、あの今までどおりのです、ね、設定で運用することができますので、非常にこの障害対応などでもです、ね、このソフトウェアで管理するということは、 有用になってきますでさらにです、ね、今、弊社がサーバー部分でも活用を推進しているインフォサイというとです、ね、ツールを活用することによってクラウド型の監視を導入してです、ね、障害予兆とかの洞察をご提供したりしますのでトラブル対応壊れる前に予兆の段階で交換しておくとかそういったトラブル対応コースをです、ね、劇的に削減することが可能となっております。 次はですねあの統合管理とか、あるいは柔軟な構成のお話をさせていただきたいと思います。まず、このシナジーというインフラプラットフォームなんですけれども、のこのフレーム完結型のアーキテクチャに結構公開されがちなんですけど、実はですねフレーム同士を連携させることによって、1つのワンピュのインターフェースから、この大きなフレーム21個分ですね、21個分に入っているサーバー、ストレージネットワークのですね、 自動検出してて管理すすることとが可能となっておりますサーバーは挿せばです、ね、あの管理チップの IP アドレスが自動で割り当てられますし、サーバーの構成自体もです、ね、CPU の選択とかメモリースロットとか IO スロットの数がです、ね、あのラックマウントサーバー並みを持ってますので非常に柔軟な構成が可能です。でそれにプラスしてです、ね、ネットワークスイッチとかあるいは GPU のオプションをつけたりとか、あるいはです、ね、内蔵ストレージです、ね、内蔵ディスクの数を増やしたりとか。 直接ワンビューからすべての管理はできないんですけども、ボリュームのプロビジョニングとかが可能なストレージをですねアタッチして使ったりとかいった柔軟な構成が可能となっております。で、柔軟な構成に関して、このストレージとですねネットワーク部分に関してもうちょっと詳細をご説明させていただきます。まず、ストレージに関してなんですけども、コンテナの,あのボリュームアタッチに関してはですね、もう今 CSI が, CS が主流となってきておりまして、HP のストレージもですね、もちろんあのこちら CSI 提供しておりますので、 コンテナに対しては CSI を使っていただいて、従来の物理サーバーとか、あるいは仮想サーバーに対しては、ワンビューからこ,のここにあるストレージのボリュームプロビジョニングとか可能ですので、用途によって使い分けていただければと思っております。さらにこの CSI に対して、もうちょっと詳細をお話しさせていただくと、CSI がこのヘルムのインストールとか、あるいはですねオペレーターからのインストールにも対応しております。 これ図を見ていただいて分かるとおり、これ OpenShift の画面なんですけども、この HPCSI Operator for Kubernetes というものが選択してですね、インストールできるようになっておりますので、安心してですね、弊社のストレージもですね使っていただければと思います。ここまでは外部ストレージの利用に関するお話なんですけども、この c ナ i n a g の内部のストレージですね、もですね、 オープンシフトでで活用していただくことが可能です具体的にどういうふうに使うかというと、この内部にです、ね、このストレージモジュールというものを指すことによってです、ね、この中の内蔵ディスクを SSD とかハードディスクです、ね、を各サーバーにアタッチして使っていただくことが可能です。ですので、あのオープンシフトのワーカーに対してです、ね、これディスク8本ずつとか割り当ててです、ね、あのオープンシフトのコンテナストレージの用途としてです、ね、使っていただくみたいなです、ね、柔軟な構成も可能となっております。 で続きまして、ネットワークのところなんですけども、これ、前面はですねストレージとかサーバーしかささないんですけども、背面に実はネットワークスイッチが刺さります。これ、フレームの中ですべてサーバーもスイッチも入るので、バックプレイの接続によってですね、サーバーからはですね50ギガ2ポートとか、非常に高帯域のですねネットワークを提供可能となっております。具体的にはどういうふうに使うかというのが次のスライドになってるんですけども、のこのフレームの外部の データセンターのスイッチとはですね、あらかじめも太い土管を引っ張っておく意味ですね、待機、お客様の用途に合わせて 100GB 100単位まで接続することが可能で、あらかじめここでもうデータセンターの外との通信は作っておいてですね、内部的にはですね、サーバーに対してネットワークカードを挿してですね、ネットワークカードがですね、1枚挿すだけで5 0ギガにポート、なおかつ各ポートですね、8分割して、この5 0ギガをあの 有意義に使っていただくことが可能で、なおかつですね、イーサーネットだけじゃなくてですね、1個の接続だけは FC の接続みたいなのに使うこともできますので、非常に柔軟な構成が可能となっております。もちろん、このシナジーのフレームの中で,ですねのスイッチとかサーバーへのネットワークの割り当ては、冒頭から出ているですね、ワンビューというツールを使って、V l a n 設定とかネットワーク割り当て実行できますので、フレーム設置するときにですね、あらかじめ 外部とは太い帯域でネットワークを張っておいてですね、フレーム設置した後ですねもは物理的な作業は一切なしですね。サーバーを追加していくだけで論理的な作業をワンビューからですねこのサーバーの中のネットワークとかサーバーのネックに対して設定を行うことが可能となります。このようにですねシナジーはですね非常にあの柔軟なですねストレージとかネットワークの 組むここととができるをご確認いただけたかと思いますでオンプレミスな、えー、オンプレミス環境で,です、ね、あのコンテナ基盤に求める要素としてです、ね、やっぱりこのオープンシフトの環境だけです、ね、このオートメテッドオペレーション自動化をするだけじゃなくてです、ね、冒頭でも話しており、このオンプレミスのインフラのレイヤーも、ねね、インフラを高度化してオートメーション化することが必要だと思っています。 でさらにですね、インフラの高度化、オートメーションだけじゃなくて、統合管理、シンプルになおかつですね、構成も柔軟にできることが不可欠だと思ってますので、ぜひですね、OpenShift をですねオンプレミスの基盤であの使う場合は、オンプレミスの基盤には弊社のシナジーというインフラプラットフォームをですね、まずはちょっとご,ご検討いただければというふうに思っております。ここまでが、えー そのオープンシフトに最適なインフラプラットフォームのご紹介したんですけれどもあの、そのオープンシフト関連で弊社がご支援できることということをです、ね、あの簡単にご紹介したいと思います。でまずです、ね、あの弊社はです、ね、あのレッドアート様のパートナーとしてです、ね、あのここ2019-2020年です、ね、あのテクノロジーパート・オブ・ザ・イヤーとか、あるいは OEM パートナーという賞をいただいておりますのでですね。 あのオープンシフトに限らずですね、ッドハサマ関連のビジネスは、ぜひですね、弊社にまずご相談いただければと思っております。続きましてですね、弊社のイメージというか、皆様はどういったイメージをお持ちかなと思ってるんですけども、やっぱりあのハードウェアを売る会社というあの認識されている方が多いのではないでしょうか。ただですね、こちら、弊社の CEO のアントニオネリなんですけども、2019年のイベントでですね、 2019年から3年以内に AZA サービスカンパニーに移行しますという発表をしておりまして、あの今あの、ハードウェア売りしているものですべ、ね、てあのサブスクリプション体系で提供していくということをです、ね、あの明言しております。で実際にです、ね、あの今日はあのインフラプラットフォームのご紹介をしたんですけれども、弊社のサービスとしてです、ね、このような形で,です、ね、オンプレミス環境で OpenShift を使っていただくお客様に対してです、ね、いわゆる OpenShift の マネージドサービスみたいなものもご提供しております。やっぱりあのアプリ開発に専念したいので、特にオンプレミスだとあのインフラの部分とか面倒見たくないというお客様にはです、ね、ぜひともです、ね、あの有用なサービスですのであの、ご検討いただければと思っております。でこちらに関しては、ちょっと,私,と横の私の横の部署のサービス系のポイントネクストサービスのところがです、ね、対応してるんですけども、私の部署でもあの直接関わっているのがです、ね、次のスライドですね。 あのこちら導入に関するものなんですけども、やっぱり導入するときって、初めて OpenShift を導入されるお客様はですね、どういったプラットフォームを選択するかとか、あるいは保守どうするかとか、じゃあ OpenShift 自体は何もしれないけどどうしようとか、そういったお客様に対してあのどういったインフラがいいですよとか、あるいは OpenShift を使うためのですね教育サービスを提供したりとか、あるいはですねあの具体的な設計構築のサービスとか、すべて 必要なももののををパッケージししたものをですねご提供しておりますお客様によってはですね自分で設計とか構築もしたいよというお客様いらっしゃると思いますのでこちらはですねあの柔軟にカスタマイズしてご提供することが可能ですのでもしオンプレミスで OpenShift を使ってみたいというお客様もいらっしゃいましたらまずはですね弊社にお声がけいただければと思っております。こちらは OpenShift 用のまあパッケージ製品なんですけども今日お話ししたですねインフラの高度化とかあるいはアンシブルを使った あのオートメーションみたいな話をですねあのパッケージ製品でご用意しておりまして、こちらは安心・アンシブルパックという形でご提供しておりますので、こちらもですねぜひ、何かご興味ございましたら、弊社にお声がけいただければと思います。何かありましたら、こちらにあるメールアドレス、私も入っておりますので、お問い合わせ関連はこちらまでいただければと思います。どうもご清聴いただきありがとうございました。